進撃の巨人タクティクス。動ける者は全員続く。ここで決める。行きます。まだ俺は戦える。やってやる。僕に任せて。行きます。さーて、前に離脱する。駆逐してやる。いや、殺す。一匹残らず駆逐してやる。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。エレン、ミカサ、生き延びるのよ。ただいまより第104期訓練兵団の入団式を行う。私が運悪く貴様らを監督することになったキース・シャーディスだ。3年後、貴様らが巨人の前に立った時、ただの餌のままか、あるいは王を守る名誉ある壁となるか、または巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か、貴様らが決めろ。ああ、俺はなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。Welcome to Attack on Titan Tactics. No commentary for this one, except for this part. Brighton's excellent. Well, maybe a little here and there. 遅いぞ、走れ、このノロマども。どうしたアルレルト、遅れているぞ。貴様には重いか。貴様だけ装備を外すか。これが本番なら、貴様はここで巨人の餌だ。くそ、加勢、このままじゃ脱落組だぞ。今日の訓練は採点されてる。そんなことしたらライナーまで減点されるよ。バレねえように尽くせ。俺の気が変わらないうちにな。ライナー・ブラウン、屈強な体格と精神力を合わせ持ち、仲間からの信頼も厚い。本物なんて
死んでもごめんだ。アルミン・アルレルト、体力面で劣るものの座学で非凡な発想を見せる。アニ・レオンハート、斬撃に火の打ち所がないが連帯性に難があり孤立。ベルトルト・フーバー、潜在能力は極めて高いが積極性に欠ける。ジャン・キルシュタイン、立体軌道はトップクラスだが抜きに過ぎる性格が圧力を生み出す。サシャ・ブラウス、型破りな勘の良さがあるがそれゆえに組織行動には向かない。コニー・スプリンガー、小回りの利く軌道が得意、しかし頭の回転がやや鈍い。くそ、またミカサより浅い。ミカサ・アッカーマン、あらゆる科目を完全にこなす。歴代でも類のない逸材との評価は妥当。エレン・イエーガー、目立った特技はないが他ならぬ努力で成績を伸ばした。そして人一倍強い目的意識を。死ぬかと思ったぜ。行きます。足手まといにはならないよ。
さ。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。また巨人が入ってくる。駆逐してやる。一匹残らず。目標目の前、超大型巨人。これはチャンスだ。絶対逃がすな。いや、5年ぶりだな。こいつ固定砲を狙いやがった。開閉扉を狙ったのも偶然じゃない。やはりこいつには知性が。しかしチャンスだ。壁を破壊できるのはこいつだけ。こいつさえ仕留めれば。いっけー。外した。いや、超大型巨人が消えた。Okay, I'm just gonna skip ahead to the good part, what everyone wants to see. I recently got this. I wasn't recording the summoning, but I recorded the part that everyone loves.Yep, Levi. Greatest character. Except for Aaron. Maybe Armin. He says lots of great. But Levi? Mm-hmm. I'm going to fight with you.エレン、戦闘が混乱したら私のと
混乱した状況下では筋書き通りにはいかない。私はあなたを守る。お前何言って？アッカーマン訓練兵、お前は特別に後衛部隊だ。ついてこい。私の腕では足手まといになります。お前の判断を聞いているのではない。避難が遅れている今は住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。しかしおい、いい加減にしろ。ミカサ、お前までおたついてんじゃねえ。人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。私は冷静じゃなかった。一つだけ頼みがある。どうか死なないで。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。さっきはエレンに遅れを取ったけど、今回は負けないぜ。よし、行くぞ。よし、行くぞ。私がやらなきゃ。やってやる。よし、もらった。来た。僕に。よし、行くぞ。つっつっ、僕にだってつっ。やばそうだ。離脱する。サポートします。やりましたよ。ごめんなさい。やった、やったぞ。俺にできることをしよう。巨人なんて俺がぶっ飛ばしてやるよ。志願しなく出身、ミカサ・アッカーマン。新兵の教育は必要か？
Okay, might as well mention, if you get into this game now, you get Eren Yeager, manga version. Bye, see you next video.